広島店の2月のあらり、細かい数字まで全部いっちゃって大丈夫なんで、営業としてのスキルとして、はい、どれだけ引っ張るかって、そこが一番大事なので、そこは懸念事項はありますね。いらっしゃいませ、杉本です。やってまいりましたね。2月のですね、広島店の数字が閉まりました。2月、まず開業1ヶ月ということで、新田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ僕もですね、データ、システムのデータ見ながらですね、ちょっと内容を把握している部分もあるんですけども、はい、2月が閉まって、どんな結果だったかっていうことも含めて、いろいろと今回はですね、この動画で発表してもらいたいなと思うんですけど、やっぱりですね、あらりがものすごく一番大事かなっていうところになるので、まずはですね、はい、広島店の2月のあらり、いくらになったかっていう結果発表をですね、ちょっとお願いできればと思います。細かい数字まで全部いっちゃって大丈夫なんで、2月の広島店のあらり数字、じゃ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 ーん153万1973になります。おお、素晴らしいです。おお、素晴らしい。これはですね、まあ、担当コンサルタントの神野がね、MEってね、サポートしたっていうことはあったにしても、かなりいい数字だったんじゃないかなって、でかい案件とかもあったんでね、まあ、一撃に助けられたみたいなところはあったんですけど、はい、初月の目標が当初、100万で設定してましたもんね。そうですね、それでもちょっと高いかなと僕思ってますけど、菅野さんには本当、広島にも来ていただいて、そうですよね、はい、一緒に同行していただいたりしたんで、かなりお世話になってますね。ちなみに今いるんですか、菅野さん。はい、あ、いるみたいですね。あの、はい、せっかくなので久しぶりなんで。あ、本当ですか。はい、菅野さん、じゃあ菅野さんの顔を見たいですね。はい、お疲れ様です、菅野さん。お疲れ様です。あの初月150万新田さんが達成できたということで、いろいろとありがとうございました。こちらこそありがとうございます。菅野さんの会社に、まあ、いやいや頑張っていただいてる、はい、あ、じゃあもう大丈夫です。ありがとうございます。顔見せだけですね。そしたら、まあ、ちょっと細かい数字ね、あのぜひいろいろお伺いしたいんですけど、まず売上って何本いったんですか。はい、486万8093円。おお、480万。まあなかなかね、はい、はさすがにちょっと難しい数字かもしれないですけど、実際買い取りはどうだったんですかね。買い取り金額が327万4000円ぐらいです。ああ、なるほど。多分で150万ぐらいですね。はい。制約数は何本でした。57件制約です。めちゃくちゃ制約しましたね。まあ僕らのやっぱビジネスって平均の仕入れ点数っていうのがやっぱり大事なので、そこはちょっと聞いておきたいですね。一軒あたりの平均仕入れ点数って何本ぐらいでしたかね。まあ、出張だけでいいですね。宅配とかも結構あの先月やってたかと思うんですけど、一旦出張だけで大丈夫ですね。はい、2.46 です。じゃあ結構数字は低いっすね、平均仕入れ点数。そうですね、なんて言うんでしょう、おまとめ買い取りみたいなんで一軒にしてる部分はあるんで、本当はそこに壺があったり点数があったりして、そうですね、もういっぱいありすぎるの打つのがちょっとあれだったので、はいはいはい、後でちょっと在庫登録してくれなかった。それがどれぐらいあるのかっていうのは分かんないですけど、やっぱりその平均の仕入れ点数だけで言うと、まあ 3.5 以上いかないとちょっと低めなんで、はい、3未満だとかなり低いんで、まあちょっとそこの実際の実際の作り方とかにもよってちょっとずれてくると思うんですけど、ちょっとそこは結構不安事項であるかな、はい、たまたまこうお客さんに恵まれた感じはします、正直言うと。ああ、そうですね、うん、その平均仕入れ点数が増やせられないってことは、営業としてのスキルとして、はい、どれだけ引っ張るかって、そこが一番大事なので、そこは懸念事項はありますね。あ、課題ですね。そうですね、あの意識して平均仕入れ点数をどれだけ伸ばせるのかっていうところを、まあ、やっていった方がいいかなとは思いました。はい、わかりました。はい、了解です。一番そしたら良かった案件の話もちょっと聞きたいなと思ってるんですけども、一番良かった案件ってなんかどの案件でしたかね。もしかしたらもう YouTube で流れちゃってるかなと思うんですけど、はいはい、長崎に買い取りに行ったあのジャンタクの案件。ジャンタクっすよね、やっぱね。あれ、あれやっぱ一番でかかったですね。そうですよね、あれね。まあ2月の売り上げに入ったのは、そのジモティで2台売れて、60万が2台売れて、たんですよね。そうですね、合計120万でした。はい、買い取りが何本でしたっけ。買い取りが確か35万だったと思います。はいはいはい。ああ、だから1台あたり25万の ×2 で50万のあらりがまず入ってきたんですね。そ
そうですね、大きいですね、50万。でかいですよね。ってなると、150万のうちの1件で 30% の粗利はその1件に集約されてるってことなんで、凄まじくこう大きい案件だったなって感じですね。運用本部にもこんな案件が入ってきたんで、ちなみにその案件っていうのは、オペレーションとしてはどうしたんですか？どういう案件で、どういう流れで行って、どういうふうに売っていったとか、なんかそこら辺の全体像を教えてもらえないですかね。はい、東京のマクサスの本部の方に、問い合わせが入って、でそれを振っていただいた形になるんですけど、雀荘開かれたんだけど、もうすぐ閉店になっちゃって、もう店も閉めちゃうから新しいその雀宅だったり、その部屋の中全部きれいにしたいみたいな感じで行かせていただいた感じですね。その閉店になった理由って何なんですか？なんかちょっとこういろいろトラブルに巻き込まれたみたいな、不動産関係だったりとか、まあいろんなちょっとトラブルが重なって閉じないといけなくなったみたいな。もともと東京に住まれてる方が、長崎に出店されてみたいな感じだったんですけど。じゃあ闇深系な感じで深掘りはできなかったんですか、そこら辺は？そうですね、あんまりそこまでそこには深くいかないようにしながら、まあ、ちょっと本当に困ってそうだったんで、そこはまあお話聞かせていただきながらっていう感じでした。なるほど。まずそのクロージングまでってどういうふうに話がまとまっていって制約になってっていうところはどんな感じなんですか？他社さんとかの歩み積もりとかもあったんで、分かりますよね。そこで掘り出せるようにヒアリングしながら、それ電話ですか？まあメールと電話でやり取りさせてもらって、ある程度他社これぐらいかなっていうのがもう見えてきたんで、話の感じで、それよりうち全然高く買いますよって、まあそれ以上出したとしても全然利益が出そうなので、なんでまあそこで実際他社さんより出すっていうのを話して、電話でほとんど決まってたりとか。何社見積もりあって他社は何本だ、一番高い？そう、3社ぐらいあって、他社も確か30数万円、32、3万円ぐらいだったと思います。で、まあ、そこをヒアリングして、うちの方で、まあ、35で買いますよって話をしたってことですかね。そうですね。で、まあ、話をほとんど詰めて、じゃあ実際現場行ってそのまま問題なかったからその金額で買ってみたいな感じですか？そうです。車はどうしたんですか？軽バンしかないですもんね、今は。あ、そうですね。なんで、まあ、新幹線で行って現地に着いて、まずまあ状態をチェックしてから、トラックで持って帰ろうかなと思ったんですけど、それはそれでちょっとコストと時間がかかりそうだったので、その場でジャンタクを台とテーブルを分解して、梱包して段ボールで工房して、で広島に送ったっていう感じです。送ったっていうのは何で送ったんですか？知り合いの業者さんがいたので料金をお支払いして広島で持ってきていただいたんです。知り合いの物流業者ってことですか？いや、広島でその古物市場をされてるルービアジャパンの原田さんですね。あ、そうですね、はい、の方が、長崎にも支店を出してるような感じ で、 でご連絡させていただいて、そのような感じの流れになりました。じゃあ原田さんに入れる物流まで協力してもらったってことですね。そうですね、そのあたりもお手伝いしていただいたり。保管は3台も保管する場所ないですもんね。ここにはもう全然入れないし、ドアも幅的に無理ですので、でそのあたりもロイヤルジャパンさんにお願いして、大きい倉庫があるので1週間ぐらい保管していただいてる間で売り切るっていうスタイルで。なるほどですね。はい、じゃあまあお金を払って運搬と保管をやっていてもらったってことですね。そのような感じです。僕の政治力を存分に活用したということでよろしいですかね？ありがとうございます。こうフランチャイズに加盟すると、僕のまあ業界内でちょっとだけはあるこの政治力を使えるっていうのね、そこが一つメリットですね。そうですね、本当に協力していただいたんで、はい、でそれはもうあれですよね、リモティで2台売れて、ヤフオクでももう1台売れましたもんね。あ、そうですね、もう速攻売れましたね。10台ぐらいあってもいいぐらい。まあなかなかこっちでもないですからね、 一撃75万とか。じゃああとなんか他にも大きい買い取りちょろっとあったかと思うんで、見てるとなダイヤのリングとか、はい、あシャネルのチェーンバッグとかもありますね、はい、なんか利益出てるの5万とか。あ、そうですね、ここまあ長屋の一部屋なんで倉庫っていう感じなんですけど、はい、お客さんが多分 Google マップでリサイクルショップとかで知ってて、はいはい、来てくれて電話で何回も念押しして、店舗じゃないんで、見た目はすごいもう長い家なんですけど、車で待っていただけますかっていうのを理解していただいて、はいはい、で来てもらったら他社さんで15万ぐらいの査定だったっていうことで、でもやっぱり本人は結構高く買ったのでその金額じゃ売れないっていうことだったんです、でも弊社の方だと確かそれを19万円で買い取りさせてもらって、19万で買い取って24万円で売ってなかった。場所はどこで売ったんですか？それはですね、マクサスの本部で提携しているブランド卸業者さんに、そのまま
横流しで、まあ、買って横流しで何もせずに5万も利益では十分ですよね。来てくれてるし、いやすごいですよ、はい、あの写真撮ることもないですし、もう送るだけなんで、はい、長屋で店頭買いって言ったらなかなか斬新ですね。そうですね、基本マクサスは振り込みにしてるって言ったんですけど、はいはい、いやそこは現金でくださいっていうのがそれもねこれは長屋で、ね、振り込みって言うと、いやこいつは絶対払わないと思いますよね。そんなところで、まあ良かった案件2件ほど詳細聞かせていただいてありがとうございます。まあなんかね、いいとこばっか言うのも僕好きじゃなくて、やっぱりこう失敗とか、はい、うん、なんかそういうのもよく聞きたいなと思うんで、はい、2月あった最大失敗を教えてもらえないですか。まあ大きい失敗っていう感じじゃないんですけど、査定を間違えて売れない電子ピアノを買ったとかですね。オークフリーを検索したら、うん、1万円ぐらいで売れてる電子ピアノだったんですけど、うん、古い電子ピアノで、はい、お客さんも無料だったらいいっていうし、もうそのまま手伝ってくれるっていうんで引き取っちゃって1万円利益にしちゃおうと思ったんですけど、その案件っていうのがしっかり見たらオークフリーが入札が1件とかのやつだったんで、ここまで見切れてなかったんですよ。であの引き取り限定で、あの人口が多い東京だったりとかっていうのを見切れてなくて、もう高さっと見たんで電子ピアノがなかなか売れずに、場所だけ取って邪魔だって結構困ったっていう感じです。結局そのロイヤルジャパンさんに協力していただいて、なんとか金額はまあ1000円とかだったんですけど、さばくことができた。あ、なるほど。じゃあ一応利益にはなったんですね。なるほどですね、了解しました。ちょっと長くなっちゃったんで、今月の目標をちょっとまた、発表してもらって、振り返り次回の動画でしたいなと思うんですけど、今月の目標どうしましょう。初月いろいろサポートいただきながら大きい案件もあったんで、100万超えれたんで、ちょっと来月もそれをこう100万を超える、うん、いいですね、連続で超えるっていうのができるようになりたいなっていうので、はい、ここを目標にやっていきたいと思います。となるとどれぐらいですか。かといってでも同じ100でも面白くないんで、目標は高く120万いきます。下がっちゃってますけど大丈夫ですか。今月100万超えて、こういうこと、あー厳しいな。いやいや、それはそうですよ。逆に何も成長してないってことですよ。そのマインドは良くないと思うよ、マジで。150万達成しましたんで、200いきます。200ですね。じゃあちょっとそんなところで、まあ200万、今月やっていただくということでですね、ちょっとできるかできないかっていうのはね、やってみて。いや、やりますよ。で、一応、今月なんですけど、僕もですね、24、25、26っていう形で、まあ、ちょっと古物市場の、はい、まあ、YouTube の撮影だったり、倉庫見学とか、まあ、あと、ロイヤルジャパンの原田さんの対談とかもあるんで、ちょっと広島行くことになっていて、ちょっとその際にですね、はい、現状の広島店の風景とか、まあ、そういったのもですね、はい、ちょっと撮らせていただきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。わかりました。じゃあ、そんなところで、よろしいですかね、本日は。はい。はい、今回もですね、動画のご視聴いただき、皆様どうもありがとうございました。じゃあまた次回の動画もお待ちしております。じゃあね。ありがとうございます。